センジは単結晶中性子解説系と呼ばれる種類の実験装置です。単結晶試料に中性子を照射して得られるブラック反射から試料中の原子の配列、分子の立体構造を決定する単結晶構造解析という分析を行うことができます。一般に単結晶構造解析には X 線を用いることが多く、 X 線解説系は多くの研究機関で広く使われています。これに対し線源に中性子線を用いる中性子構造解析は実験装置は少ないものの、 X 線では観察が困難な水素原子のような軽原子を含む構造、あるいは磁気構造と呼ばれる物質中の磁気モーメントの配置を決定できる手法として重宝されています。従来の単結晶中性子構造解析では数ミリ角という巨大な単結晶試料を用意する必要があり、測定できる試料が限られていました。これに対してセンジは J パークの大強度中性子を使うのに加え、大面積の検出器で試料の周りを広く覆い、さらに試料を真空層に入れてバックグラウンドを下げるなどの多くの工夫を積み重ねることで 0.5 ミリ角程度の小さい単結晶試料を用いた測定を可能にしました。センジュでの実験では試料結晶をアルミニウムロッドの先端に接着し、これを冷凍機の先端部にあるゴニオメーターに取り付けます。それから試料を冷凍機ごと真空層に挿入し、中性子を当てて測定を行います。センジュで通常使う冷凍機は試料を4ケルビンまで冷やすことが可能です。この他に1ケルビン以下の極低温や摂氏1000度の高温での実験、磁場や圧力を試料にかけての実験も可能です。このようにさまざまな特殊環境下での実験が行えることはセンジュの大きな特徴の一つです。センジュが得意とするのは軽元素を含む結晶構造や磁気構造を確実に決定することです。前者の例としてはボルト計算 SIOH4 の構造決定が挙げられます。この分子はガラスの基本骨格でありながら、最近になってようやく単離結晶化に成功した分子です。分子中の4個の酸素原子のいずれにも水素原子が結合していることをセンジュで観察したことで、確かに SIOH4 分子の単離に成功したということを実証することができました。後者の例としては磁気特性と融点特性が大きなカップリングを示すマルチフェロイック物質の磁気構造解析が挙げられます。センジュによって決定された磁気構造は他の分析手法から提案された構造とは異なるもので、かつこの物質の磁気特性と融点特性の相関をきれいに説明できるものでした。これは磁気構造解析におけるセンジュの信頼性の高さを示しています。センジュという名前は千手観音に由来しています。この名前は千手観音がたくさんの樹木を手にしているように、千手では多種多様な試料環境機器を用いてさまざまな条件での測定が可能であることを示しています。千手は汎用性の高い単結晶中性子解説系として開発され、合金や酸化物のような無機結晶から有機化合物や金属錯体といった分子性結晶までさまざまな単結晶試料をターゲットとしています。また単結晶の測定に限らず、装置の特性を生かして新たな測定手法の開発にも積極的に取り組みたいと考えています。センジュによって単結晶中性子構造解析はより身近な実験手法となりました。単結晶中性子構造解析をやってみたい、もっと知りたいと思われたら、ぜひお気軽にご相談ください。